チームが優勝したことが何より嬉しいことですし、まあ、その上で自分がキャプテンとして、まあ、少しチームをまとめて貢献できたのかなというふうに思います。今年自分がキャプテンになったのは、高い基準を示すというところで、まあ、練習から、まあ、僕だけじゃなくて4回生であったり周りの選手が高い基準を示してチームを牽引してくれたのが良かったかなというふうに思います。まあ、来年ももちろん、優勝してほしいですけど、まあ、チームとして、まあ、いいチームで あり続けてほしいなっていうのは、まあ、僕たちの思いであります。